差出の磯と笛吹川と木工橋差出の磯とは、山梨県山梨市の中心部、笛吹川沿い位置する、継承地。差出の磯甲府差出の磯の位置笛吹川の万力公園の北東部、兄川、弟川の南に位置している岩山渡河川。川側から見ると突き出ており、内陸部にありながら、海辺の磯のように見えるところから名付けられた。 暴れ川であった笛吹川の流れを緩めた自然の堤防の役割も果たしている。古今和歌州の四方の山差し出しの磯に住む千鳥くんが見ようば八千代とぞなくを代表として古来より多くの歌人によって歌が読まれている場所でもある。1949年山梨日日新聞の観光山梨新宿敬と勝ちに選ばれた。また、 この山上からの景観は2005年に国土交通省の関東富士見百景に指定されている。平安期より近代に至るまで数多くあり、円山の地名の由来となった塩の山は枕言葉として、また千鳥といえばこの地を指すほど和歌が数多くある。江戸時代には松尾芭蕉、昭和初期には与佐野秋子夫妻がここを訪れており、歌人、文学者である、 久保田うつぼはこの山頂からの風景を歌っている。江戸時代は様々な和菓子が生まれた。和歌を題材として作られたものも多く、その中で夏の和菓子として差し出の磯が存在する。これは上記の古今和歌集の歌より生まれており、茶色いあんでせせらぎ、白いあんで川し、そして小豆は千鳥を表している。また、滋賀県大津市にある藤谷匠の 塩火まんじゅうは創業当時から、ある歴史ある和菓子で、この歌から発想して作られており、現在は、茶道や、慶長の菓子として使われている。明治初期差出の磯と吉光橋川沿いの道は、旧大梅街道であり、国道140号が新しく整備されるまで、交通の主要道であった。差出高歌、差出二股左は、大梅寺庵に暮れます右。 秩父大原古い町花の町とこどっこい小二田の鈴の、音となら山節高で有名な深沢七郎の作、笛吹川に出てくる、キッチョンカゴは、写真にある川に出ている建物、水屋が、モデルとなっているに解体。ありがとうございます。